おはようございます。2010年7月25日6時5分になりました。日曜日ですね。まあ相変わらずずっと晴れ晴れ晴れって感じで、ところどころなんか集中豪雨みたいにちょこっと降ったりとかしてるみたいですけれども、本当にねこの暑さが続いてるんで、バタバタ皆さん倒れてる人とか結構いるみたいなんで、家の中にいてもね熱中症になったりするんで、まあ毎日同じこと言ってますけども、ねちょっと前まで雨で本当にその洪水とか気をつけてくださいとか言ってね、ここに来てもカンカン照りでね、えもうこの極端なんちょっとやめてほしいなと、多少その辺混ぜてっていうのもあれですけど、なんとかならんもんかなと思いますけれども、さて今日のニュースまた見たいと思います。ですね、最初のニュースはこれですね。アメリカ等開発の迎撃ミサイル、政府第三国供与の容認検討ということで、なんかアメリカ側の要請を受けてということなんですけど、第三国アメリカ以外の国へ、迎撃ミサイルを輸出するような話を検討し始めているということで、いやまあ確かにアメリカとの共同開発なんでね、そのただでもなんかこういう武器を輸出するという姿勢、アメリカ以外の国にその輸出するというのが果たしてこれって日本として立場的にどうなのよという感じですよね。結局はその法律上ね、日本は憲法の9条で言われているその軍隊を持たないと言ってる国が自衛隊を持って、んでもって武器を輸出してるってなると、ちょいとねこれ微妙な話になってくるんじゃないかなと。で国際的に見てもますますですね、その自衛隊とか言ってるけどそれって結局軍隊なんでしょっていう話になってきますよね。こんな話になるとなかなかこれはどう考えるべきなのか、でアメリカ側の要請があったとはいえこれはどうなんでしょうね。難しいような。でその第三国っていうのをこう厳密にこうチェックしてとか言ってますけど、そう簡単に行くもんではないので、ちょっとねという気もします。まあ理想論かもしれませんが、考えないといけないところなんでしょうね、こういうのは。それからですね、もう一つはテクノロジー関係のところから、これです。宇宙ヨットイカロス、太陽光で姿勢制御に成功ということで、これはですね、まあ太陽光を受けてるんで明るいニュースというくだらんいやいやしょうもなって、いや面白いというか、本当その、太陽の光ですね、それの光の圧力を受けて、進むというのはその理論的には今までずっと言われてた話ではあるんですね。理屈の上では確かにそれで、ロケットを遠くまでというか、その光を受けてその進むっていうロケットは確かに可能であるというのは理屈的にはそのできたんですけど、それを実際ですね、飛ばして、かつその、姿勢制御ができたということは、これはですね結構すごいことなんですよね。本当にそのなんていうんですかね、もう全然そのなんていうんですかね、太陽光のその圧力なんていうのは本当にごくわずかのその微弱な力なんですけども、それを使ってそのロケットを進めて、かつそれで姿勢制御できるということは、これ本当にその今まで理想というか理論的にこうやってたものを実際現実のものに作り上げてくる、その技術たるややっぱすごいもんだなという気がします。こういうことがですね、その世界初で日本がこう挑戦できている、成功しているというのは非常に大きいことですし、やっぱりね、なんかさっきの武器輸出とかなんとかって言ってるよりも、こういうことにね、やっぱり、なんかお金つぎ込んで、こういうね、
なんか宇宙開発みたいなところ、まあまあ言ってもね、そのうち武器とかそういうのに使われるかもしれないですけど、でもただこういうものをね、なんかできるっていうのがすごくいいんじゃないかなというふうに思ってます。これ結構あんまり取り上げられてるのかどうかわかんないですけど、もっとね、ガンガンこう放送されて、やっぱ日本すごいよねっていう風になればいいかなという気がします。ということで、もう6時10分になりました。今日もなんかまた暑い一日になりそうですが、日曜日お出かけになる方多いと思うんですけれども、もう本当日射病とかね、気をつけて、帽子とか日傘とかで、また水分補給とかですね、忘れずに。でまた冷房もですね、ガンガン効いてるところがあったりとかするんで、それのね、暑いところと寒いところの差で体調悪くなったりしますんで、ぜひ気をつけてということで、今日も一日また頑張っていきましょう。ではまた。